おはようございます。2月10日月曜日、レッドくんです。相変わらず足をしっかり持ってますね。そしてグリーンくんです。お食事中です。そして今日も2人はお元気です。2人とも足を伸ばして体操なのかな。この姿勢が落ち着くみたいですね。じゃん。それは何ですか。離乳食です。一応機能セッティングして10割がゆを凍らせたものですね。いいですね。まあ、これから今日もやるんですけど、離乳食を本格的に始めていきたいと思います。イエーイイエーイイエーイ。かわいい。ほら、君たちがご飯食べれるように頑張ってんだぞ。そうだよ。はーい。ね、お食い初めから約2ヶ月、3ヶ月。そうね、経ちましたね。初の、一応初の離乳食って扱いかな。そうだね、初でですね。イエーイ。やれと。ずっと楽しみにしてたもんな。ね、ずっと食べたそうだと思うね。ね、もうよだれがすごかった。うん、願いし。一応10倍がよ。これ2人分なのでちょっと半分こしてよし、行こう行こう。ちょっと食べたくてしょうがないんだ。ちょっと食べたいのちょっと、はい、あーんて。ごっこんできるかな。もぐもぐってごっこん。うれしそう。まだ口に入ってる。うん、ベロの上に乗らないと厳しいかな。あらら、難しいかな。ごっこんて。まだ残ってるの。うん、全然残ってる。難しいかな。ちょっと多かったかな。ちょっとこれでレッドは終わりかな。ちょっとごっこして。減ったな。じゃあ少量ずつちょっともうちょっと入れてみる。もうちょっと入れる。小さじ1だし意外といけそうな気がするから。そうだね。でももっと少なくていいんじゃない。そうか。意外とね、少ないとね、あの、すくえないんですよ、このスプーン。あ、そうなんだよね。ほら、なんか嫌くてもなさそうな気がする。ちょっとスプーンに違和感を感じてるけど。食べる喜びを知るといい。すごい笑顔。どっちだ。嬉しそう、かわいい。あれかな、まだまだまだ飲み込めてるのか怪しいのかな。横に流れてる様子もないしな。うん、どれもそうな感じがする。どれどれ。まだ小さじ1いってないもんね。いってないね。クリーム次やる。さすがにご飯でアレルギー出たら嫌なんだけど。そうね。そう。あ、上手。あ、でもちゃんと動かしてるの。うん、いけそうだね。多分ね、首が埋まってるからごっくんが分かんないんだよね。あ、そっかそっか、うん、もうちょっと縦に抱いてあげればよかったかな。あ、でも今一たちぐらい食べました。はい、結構きれいに食べたね。うん、よし、行こうだ、おいで。
グリーンも挑戦でーす。はい、グリーンです。挑戦者グリーン。はい。まあレッドと一緒ですね。うん。ご飯です。10倍がいい。ね。わ、欲しそう。スポーン嫌そうな感じ。どうかな。あれ、あれ美味しいんじゃねみたいな顔してるよ。よいしょ。ちょっと視線低くしようね。レッドよりスムーズにくっちゃくっちゃしてるね。でもあれだね、意外とレッドの方が喜んでるね。かわいい。でもなんか意外と上手だな。うん、見てたからかな。あ、かな。おった。もう一回持ってこうか。多分まだ一口ぐらいはある。クイヤーってクイヤーってくぐってクイヤーってやってかわいい、ね、なんとも言えない顔。ちょっと多いかな。多いかな。ドジジジジ、なかなかこのスプーンやりづらいな。そうね、子供が食べる用だからね。綺麗にガーゼで拭いてくれた。ああ、ほんと？でも、嫌がらないね、二人とも。そうね、すごい違和感は感じてたね。うん、レッドがすげえ食べたそうに声を上げている。レッド食べたじゃん。食べる？グリーン。すごいね。お母さんの指食べないで、レッド。バナナさん、あ、お、食べてる。ほんと、あ、ほんとだ。ちょっと、カパンの後ろにあるバナナさん。バナナ、はい。うん、グリーンうまいな。うん、器用だな。上手だね。うん、上手上手。どうやって上手上手。うん、上手上手。よし、えらい、食べた。よし。